こんばんばはふくりでふえるです今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは ABC マートわかりやすくまず ABC マートとはどのような会社なのでしょうか一言で言うと靴の小売店ですちなみに 靴市場は1.4兆円。ABC マートはシェア約17%で日本国内の靴業界で1位の企業です。ABC マート一番の強みは独自の流通網です。すなわち、海外で流行している靴を ABC マートが独自で構築した流通網で仕入れ、卸売業者に支払う中間経費を削減することで 生活者に低価格の靴の提供を実現しました。ABC マートの成長戦略はあくまで新規出店にあります。ABC マートは現在1053店舗。これからも年50店舗の新規出店を予定しています。そして、お店とネットの融合。例えば、もし、 お客様がわざわざお店に靴を買いに来てくださったにもかかわらず、欠品だった場合は、ネット上の在庫をお客様のご自宅に直接配送したり、またはネットで購入する際の不安要素である自分の足に合うかどうかを確かめたい場合、近くの ABC マートを試着で利用していただいたりするなど、お店とネットの融合によって、販売機会の最大化を図っています。 ABC マートさらに今後は海外も出店を強化していきますつまり日本で流行している靴をやはり独自の流通網によってアジアでも低価格で販売現在韓国では285店舗台湾では62店舗など今後は東南アジアでも販売店をさらに拡大していきます 世界のシューズストア ABC マートということで今回は ABC マートをわかりやすくでした以上です今回の動画のご視聴に感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を